本田さん、こんばんは。メッセージありがとうございます。とても嬉しいです。儲かりましたね、そしてこれから儲かり続けますね。2020年はね、いろんなビジネスが社用を、迎えてですね、感染症の影響を受けてかなり売り上げ下がったりで、解雇された人も数万人の単位でいてですね、倒産した会社もものすごい数だったですよね。正確な数が追い切れないんですけども、1万社ぐらい潰れたんじゃないかなと思いますよね。で、飲食店とか本当閉めちゃったりね、閉めないまでもその3密を避けるために本当にテーブル1個開けてみたいな感じで、なんとも非効率なね、営業しなくてはならないことかということでございます。感染症対策費もかかりますし、人材教育費もかかりますしね、クリーンリネス対策とかで本当に大変な中で、今回例のシステムね、これを手に入れた方は本当に不労所得というにふさわしい、そんな入金をずっと得てますよね。で、原価が、ここに書いてますよね、75万8000円かかっていると。で、これがもうすでに回収できているということで、よかったですね。1日だいたい3000円ぐらいが不労所得として積み上がってるんで、10日で3万、100日で30万っていう計算でしょうかね。1月にね、私のことを信用してくださって、参加してくださいました。やっぱり資金的に苦しいところもあったと思いますし、勇気もかなりいったと思うんですよ。でもやっぱり飛び込んでくださって、今本当感慨深いですね。私も同じです。きっちりと利益になって、しかもこれから先が明るいというね。私も稼働台数は5台になりましたけども、残り4台はね、稼働することによってもうブン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 回していこうかなと思っております。本田さんもね、今100日召喚、そうですね、今稼働している台数も結構いい感じですよね。初期投資とそれからバランスが取れていると、いや本当に良かったです。1日3000円の不労所得おめでとうございます。